国立銀行条例は国立銀行について定めた大上官布告。最初は1872年に明治5年大上官布告第349号として制定され、1876年に全部改正された。1870年に当時の大倉省有であった伊藤博文がアメリカ合衆国の首都ワシントンで銀行制度を視察し、その成果を反映した。 母親戦争等で発行された政府紙幣を日本国債と交換させ民間銀行にその国債を担保として打感券を発行させた。それまでの打感制度を止めて国立銀行が発行する銀行券には金貨などの打感効果との交換を義務付けた。それまで日本は打感貨幣を使用していたがまだ経済基盤が弱かった日本からは金貨の海外流出などで 金準備不足が深刻化しており、打艦制度を止める必要があった。1871年に進化条例が制定され、円を貨幣とする最初の近代貨幣制度が導入された。しかし同時に採用された、金本位制は金準備不足のために実際には、銀貨が主に使われ、1876年に、事実上、1878年に正式に、 金銀副本位制が確立し、1885年に銀本位制に移行し、日清戦争後の1897年に、ようやく金本位制に復帰した。その後、イギリス型の中央銀行制度を推す、当時の大倉醤有、吉田清成と、アメリカ型の文献方式銀行制度を推奨、白文が論争した。結局、アメリカにおいて1864年に、 財務長官サーモンチェイスによって制定された国宝銀行法を参考に1872年国立銀行条例が制定された。当時の世界の銀行制度の潮流としてイングランド銀行を代表とする中央銀行制度とアメリカの国宝銀行を代表とする反中央銀行制度としての文献方式銀行制度があった国立銀行条例により 渋沢栄一が1873年に日本初の国立銀行である第一国立銀行を設立。その後もこの条例をもとに民間によって数多くの国立銀行が設立された。大隈重信が1873年に大倉京に就任以来、積極財政により大隈財政なる食産工業政策の推進を行った。そして1876年に 明治9年大上官布告第106号により、国立銀行条例は全部改正された。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には、打艦効果と銀行券との交換のために紙幣に見合うだけの打艦効果を用意する必要があった。改正後は銀行紙幣の発行が容易になり、 インフレーションの原因の一つとなった。また、金力交際を原始とする国立銀行も次々と設立された。改正後の要点は以下の通り、1882年6月に日本銀行条例が導入される。そして同年10月に日本銀行が開業した。1883年5月に国立銀行条例を改正した。要点は過剰書きの通りである。 1884年5月に銀本位制の打官銀行券条例を導入。これにより日本銀行を唯一の発券銀行として銀行紙幣を回収した。追って1885年5月に日本銀行打官銀券を発行して増えた銀貨を回収した。1897年に貨幣法を制定し金本位制を確立させた。1899年に 日本銀行打艦券を発行して、金貨を回収した。これに伴い政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。1931年12月に金貨打艦停止となった。そして1942年には、日本銀行法の旧法が交付され、日本銀行条例と打艦銀行券条例が廃止された。 国立銀行条例は、大倉省関係法令の整理に関する法律により、廃止された。ありがとうございます。